ダニー・ケイ・グッドウィンはアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身の元プロ野球選手、右ト左ヒ MLB ドラフト史上唯一二度の全体一位指名を受けた選手。サザン大学からカリフォルニア・エンゼルスに1975年の MLB ドラフト一巡目で入団。当時のポジションは保守であった。1971年の MLB ドラフトでも、 シカゴホワイトソックスからドラフト全体一位指名を受けたものの入団しておらず、現在に至るまでドラフト全体一位指名を複数回受けた唯一の選手となっている。スカウトたちからジョニーベンチの再来と高く評価されていたほどだったが、MLB では主に指名打者として通算で252試合に出場したのみで、星としては出場機会が全くなかった。期待に反して、 レギュラーに定着することができず、1975年から1982年にかけてエンゼルス、ミネソタツインズ、オークランドアスレチックスでプレーしたが、1983年以後、MLB 昇格の機会はなかった。1986年に南海ホークスに入団。1985年オフに南海は荒井博正を放出。 それに代わる高打者タイプの左打者として獲得される。MLB では故障しがちのため守備機会が少なく守備を不安視されたが、南海には同じく守備に何のある角田博光がいるため、指名打者として起用することもできず、当初は守備に目をつぶり左翼手として起用される。しかし不慣れな外野守備を続けたため、右足を故障、打率も急降下し、 シーズン終盤はほとんど代打としての起用が続き、成績も惨憺たるものに終わり一年で帰国となった。なお、当初彼に用意された背番号は4であったがこれを拒否したため62となっている。背番号60の角田、背番号61のデビット・ホステトラーと合わせて60番トリオと売り出したが、グッドウィンの不信もあって、 シーズン中に話題になることは少なく、翌年グッドウィンは解雇となり、残留したデビットも背番号を急に変更し、60番トリオは1年、限りで解散となった。ありがとうございます。